海上自衛隊イージス艦アタゴ。救護室では輸血を行いながら手術が始まっていた。撃たれた SBU 隊員の命に危険はないようだ。着艦してから30分が経つ。食堂で SBU 隊員2人とジェーンと俺、川野、二階堂、艦長の小城の7名で手術の終了を待ちながら作戦の成功を祝っていた。周りの隊員の雰囲気も明るい。二階堂がカツ丼を食べている俺に言う。そういえばデブの徴用構造が撤去されました。顔を見合わせ大笑いする。艦長の小城が俺に聞く。あれも中本さんが？小城と SBU 隊員は驚く。まあプレートの日本の飯はうまかったは二階堂さんのアイデアですよ。さらに笑い声が大きくなる。二人の SBU 隊員は涙を流して笑っている。食堂のスピーカーから大音量で警報が鳴る。続いて小城を呼ぶ。艦長、至急、至急。小城が壁の受話器を取る。どうした？北北西よりミサイル2機接近、着艦まで5分。迎撃しろ。途端に艦内が慌ただしくなる。小城は艦橋に走っていく。俺たちも続く。艦橋から選手方向を見る。艦板の MK41 ミサイル発射システムから垂直に迎撃ミサイルが2機発射される。イージスシステムによって誘導される。艦長はじっと待つ。約2分後レーダー員が叫ぶ。迎撃成功。艦内に拍手が響く。小城は黙っている。レーダー員が叫ぶ。ミサイル接近、4機です。着艦まで6分。小城が叫ぶ。迎撃。 MK41 から4機のミサイルが飛び立つ。あたりは轟音に包まれる。小城が叫ぶ。どこからだ？北北西からにつき、ムスダンリと思われます。確定しろ。トンチャンリではなくムスダンリか？ただいま計算中。出ました。ムスダンリに間違いありません。小城が川野の顔を見る。川野が数秒考えて小城にうなずく。小城が聞く。いいんですか？責任は幕僚長の俺にある。横で見ていてかっこいい。小城が言う。トマホーク4機装填。相手の基地を攻撃するのだ。俺が川野に言う。よかったら俺が潰してきましょうか？責任云々面倒でしょう。周りが驚いて俺を見る。川野が言う。できますか？こっからの距離は？副艦長が言う。約800キロです。一息深呼吸する。二階堂に小声で言う。2本追加ね。2億ということだ。二階堂はうなずき小声で返す。いいでしょう。トマホークを撃って問題になると思えば安いもんだ。俺は準備をすると言ってその場を離れる。後ろで二階堂が川野と小城に言う声が聞こえた。トマホークは待ってください。今は迎撃に徹して。中本さんが迎撃成功。レーダー員が叫ぶ。4機のミサイル迎撃にも成功したんだろう。あとは聞こえなかった。ジェーンが俺の後についてくる。 GPS にミサイル基地の位置をマークして俺に渡す。ジェーンには食堂に行っておにぎりを大至急作ってもらうように言った。短パン T シャツからまた革の上下に着替える。ジャケットにはたくさんの穴が開いている。拉致被害者が乗っている JAL 機は大丈夫だろうか。ふと心配が頭をよぎる。ジェーンがおにぎりを5個持ってくる。ウエストバッグを身につけ、水のペットボトルと共に入れる。環境に戻る。川野に JAL 機の安否を聞く。順調に飛んでいるようで、アタゴの上空を過ぎるところらしい。さすがに民間機は狙わないか。と思った瞬間レーダー員が叫ぶ。ミサイル2機接近。 JAL 機が目標の模様。着弾まで6分。迎撃。もう許せん。小城が叫ぶ。川野が艦長の小城の肩に手を置く。俺もちょっと熱くなってきた。みんなに言う。じゃあ行ってきます。俺が帰ってくるとき迎撃しないでくださいよ。
川野、二階堂、小城の三人が俺を見つめて言う。お願いします。甲板へと歩く。ジェーンがついてくる。甲板に出る直前に俺にキスして言う。ちゃんと帰ってきてね。何も言わずに抱きしめた。すぐ先で迎撃ミサイルが2機発射される。轟音が腹の底まで響く。甲板に出てすぐに飛び立つ。スピードを上げながら上昇する。1万メートル。目的地のムス団里まで一直線だ。すぐに音がなくなる。音速突破。周囲の景色が紫色に変化してくる。さらにスピードを上げる。遥か下の雲が後ろに逃げていくようだ。体がだるくなってきた。高度を下げる。3000メートル。時速約500キロで飛ぶ。深呼吸。オメガを見ると20分間飛んでいる。 GPS を確認する。あと数キロで目的のムス団里だ。着いたも同然だ。高度を下げながら上空に近づく。高度500メートル。ほぼ真上にいる。ミサイルが打ち上げられる。俺の数十メートル先を2機が通り過ぎようとしている。とりあえず光の弾で爆破。さらに高度を下げる。ミサイル発射基地だ。3箇所からミサイルが発射できるようになっている。息を大きく吸い込み、気を両手に集中する。両腕の肘までオレンジ色になった直後、大きな光の玉を放つ。基地の中心に光の玉が落ちる。上空からは大きな埃の輪のようなものが見え、次に大爆発と炎が上がる。炎は俺の周りにまで上がってきた。しばらく待つと基地の全景が見えてくる。何もない。基地の跡形もなくなっている。そこには大きなカルデラのようなすり鉢状の穴が残っているだけだった。高度1000メートルを保ち、時速50キロほどでゆっくりと飛ぶ。2個目のおにぎりを食べている。1個目は迂闊にもスピードが200キロぐらい出ていたので、ラップを開いた途端におにぎりがバラバラになって飛んでいってしまった。すべてのおにぎりを食べ終わり、アタゴに向かって高度を上げて飛ぶ。30分後にアタゴに着艦する。艦橋に上がった。艦長の小城、二階堂、幕僚長の川野が迎えてくれる。川野が俺に抱きついてくる。小城は涙を流している。ジェーンの姿が見えないのが寂しかった。二階堂が言う。衛星からの写真が早速来ました。跡形もありませんね。写真を俺に見せる。日本の飯はうまいとでも書き残してくれゃよかったですかね。全員が笑う。 SBU 隊員も艦橋の隅の方で笑っていた。戦争を回避できたわけではないが、自衛隊からの攻撃は一切行っていない。飛んでくるミサイルを迎撃しただけだ。国際的には何も非難される理由がない。救護室に撃たれた SBU 隊員の様子を見に行く。麻酔で寝ていたが大丈夫そうだ。救護室から出るときに他の2人の SBU 隊員と出会う。2人は背筋を伸ばし俺に敬礼した。俺もモノマネの敬礼を返して笑う。さすがに疲れていた。シャワーを浴び自分の船室で休む。横になってすぐにドアが開けられた。薄目を開けると笑顔のジェーンが部屋に入ってきた。条件反射のように俺のジュニアが硬くなる。ジェーンは俺の短パンと T シャツを剥ぎ取り、自分も裸になる。お互い何も言わない。ただお互いの体をむさぼり合う。1時間の後、裸のまま2人で狭いベッドで寝た。壁の時計は午後5時を指していた。金正恩襲撃によって拉致被害者解放に成功し、舞鶴から市ヶ谷に戻ったのは深夜の2時だった。自宅のマンションに戻る途中で由美香との約束を忘れていたことに気がついた。休みを2日間棒に振らせてしまったかもしれない。日本海上では普通の携帯では電波が入らない。自分の携帯のスイッチを入れる。着信の知らせがショートメールで届く。同じ番号から何回も電話がかかってきている。由美香だ。時間も遅いのでショートメールを送る。
中本です。急な仕事で海外に出ていました。連絡できずにすみません。明日改めて連絡します。送信。すぐに海香から電話がかかってきた。こんばんは。心配してたんですよ。あ、本当にごめん。2日間何してた？今日は仕事してました。月曜日にも火曜日の朝にも連絡つかないから。来週は？大丈夫です。火曜日と水曜日ですよね。今度はちゃんと約束守るから。本当ですよ。無理な時は忘れずに連絡くださいね。わかった。それじゃ、おやすみ。電話をしている時にはユミカの体が頭に浮かんでいたのに、もう娘たちのことが頭に浮かぶ。 G63 のアクセルを踏み込み、娘たちのいるマンションに向かう。玄関のドアをそっと開けると、ゲームの音が耳に飛び込む。ドアを閉める音を聞きつけ、娘たちが走ってくる。二人が俺に抱きつく。押し付けられるおっぱいの感触、たまらない。体を離し、おもむろに二人のおっぱいを触る。キャーッと歓声を上げながら再び抱きつく。お帰りなさい。二人の声がハモる。三人で風呂に入った。前と同じポジション。俺の前に背中を向けたマキ、俺の後ろに彩香。彩香に寄りかかると柔らかな感触。彩香が俺の背中に抱きつく。仕事うまくいったの？うん、まあな。マキが聞く。いくらもらったの？たくさん。3人で余裕で暮らせるぐらい。100万円？100万円。100万円か、響きがいいんだな。大金だって聞こえる。その100倍稼いだとは言えない。100万円な、まあそんなもんだ。二人が叫ぶ。すっごい。彩香が言う。この前のさ、ステーキの肉買いに行こうよ。あれすっごく美味しかったね。マキも好きでしょ？大好き。あの肉特別だよね。 100g 1000円以上する肉なんて食べたことなかったもん。おじさん、明日買いに行こう。はいはい、わかりました。マキが俺の方を向いてしまった。俺に抱きつく。マキのおっぱいが俺の顔に近い。彩香も俺の背中に抱きつく。両面おっぱいだ。ついさっきのミサイルの音が嘘のようだ。幸せ。6月13日、起きると12時だ。ベッドに入ったのが明け方の4時だから仕方ない。コーヒーを入れてリビングのテレビをつける。画面がでかすぎて疲れるので、ソファーの位置を少し離す。ニュースでは自衛隊艦船が北朝鮮からミサイル攻撃を受けたことで大にぎわいだ。高齢者の事故を取り上げる必要がない。軍事評論家も大忙しで、ミサイルの性能比較まで始める。北朝鮮のロシアに近いムスダンリで大爆発があり、各国政府は北朝鮮側に事の真相を確かめているという。衛星写真から現地の様子を見る限り、核ミサイルによる被害の規模だと評論家は言った。名前を変えようかな。中本核。核中本、何でもいいや。北朝鮮から帰ってきた拉致被害者にお決まりのインタビューだ。今のお気持ちは？なもん、マイク向けられて、そうですねなんて答えられる人もいない。いきなりさらわれて20年以上も言葉もわからない場所に置かれたってことをよく理解してからインタビューしなさいと言いたい。拉致被害者が飛行機から降りてくる映像が流れる。政府の指示だろう。機体をゲートにつけないでタラップを使って階段を降りさせた方が世界に与えるインパクトが大きい。飛行機から出てタラップの上で左右を見渡す人、タラップから降り立って泣きながら家族で抱き合う人、手を振りながら降りてくる人、不安げな顔の人。帰国者716人、245家族は千代田区紀尾町のホテルニューオータニに宿泊した。12日の午後2時に一行はホテルに到着し、245家族のうちの10人が代表となり、午後6時からの記者会見に現れた。ニューオータニの記者会見場所には取材陣が退去して押しかけるが、海外のメディアには優先して場所を確保させていた。
テレビ東京以外の各局は放送予定を変えて記者会見の生中継だ。菅義偉内閣官房長官が記者会見で質問に答えている。多数の拉致被害者の帰国に関しては長年の交渉の成果、北朝鮮のミサイル発射問題については拉致被害者を解放して国交回復に向かうかと確信していたのに訳がわからない、誠に遺憾ですとのこと。陸上自衛隊幕僚長田村は機嫌が悪かった。北朝鮮工作員による再度の拉致を警戒して日本海沿岸一帯、北海道から九州までの警備に陸上自衛隊が当たらなくてはならない。海上自衛隊の活躍はいつも派手だが陸自は災害の時以外は目立たない。隊員数は海上の約4万2000人に対して陸上は約13万5000人と圧倒している。どちらも定員割れで募集をかけているが、しかも対北朝鮮で警備に当たっても相手が発砲するまでは自衛隊側からは発砲できないという自殺的な法律が隊員を危険にさらす。また自衛隊員が迷彩服を着て銃を持って警備に当たると日本中どこでも必ず戦争反対などという輩が騒ぎ立てる。日本の北から南までの沿岸に隊員を配置するとどれだけの反対運動が起こるかわからない。過去には過激派によって怪我を負わされた隊員もいる。ただし今回は北朝鮮による拉致を防ぐというキャンペーンをマスコミを使って行い、警備の様子や隊員のプライベートな生活まで紹介して警備にあたる自衛隊員に親しみを持ってもらおうという企画の上でのことだ。マスコミの力を信じよう。田村は祈るような思いだった。記者会見が終わり、テレビでは憲法9条を振りかざす反戦評論家が熱弁している。特に海上自衛隊艦船いずもの航空母艦への転用を守るのが仕事という専守防衛を基本とする自衛隊の本文から逸脱しているといい攻撃する。空母を持つということは侵略への第一歩になると唾を飛ばす。司会者は難しい問題ですねと自分の意見はない。あの時アタゴからトマホークミサイルを撃っていたら、金はもらったが川野には大きな貸しだ。あ、金？まだ確かめていない。口座をネットで確認する。残高約43億500万円12億円の入金が確認できた。ステーキ肉を死ぬほど食ってもへでもない。北朝鮮から持ち帰ったバッグを寝室から持ってくる。娘たちはまだ寝ている。毎日10時間近くは寝る。リビングで開いたバッグには1キロの金のインゴット16個、100ドルの束が16個入っている。平壌からアタゴに帰る箱の中で SBU 隊員がジェーンにこれを預かってほしいと言い、ジェーンが俺に預けると彼らに説明し、着艦後俺が持ち帰った。隊員たちは基地に戻ると装備全部を点検されるらしい。弾丸の数まで全て数えられる。その状況で金を4キロと札束4個を隠し持って帰るのは無理だと判断したのだろう。俺の許可を取ってジェーンは俺の電話番号を彼らに教えた。金のインゴット4個と札束4個取り出し、残りはバッグに入れたままにする。寝室に持ち帰り、俺の分の金4個と札束4個を金庫に入れる。バッグは金庫の横に置いた。彼らはすぐに取りに来るだろう。娘たちが物音で目を覚ます。ベッドからは出ずに携帯をチェックしている。俺が寝室にいるのを知って手を伸ばす。娘たちの間に飛び込んだ。くすぐり合いの後、ようやくベッドから出た。冷凍パスタが昼飯だ。量が少ないのですぐに腹が減るが、また食べればいい。食べ終わるのを見計らったように電話がかかってくる。SBU 隊員の鹿島だという。一番年上の隊員だろう。同僚の小田とここに来るという。物を取りに来るのだ。場所を教え、午後6時を指定する。今は2時だ。娘たちとマルエツプチに買い物に出かける。真っ先に肉売り場だ。前回買ったステーキ肉がない。
娘たちの失望の顔がおかしい。俺が店員に聞いてやった。山形牛サーロインだったかな。あれは今日はないですか。中年の男、精肉売り場の主任と名札に書いてある。あ、すいません、まだ出してないんです。すぐにお出しできますが。夕食時の買い物に合わせて出すのか。早くから出しておくと肉のパッケージを押してみるような客にダメージを与えられてしまうからだろう。あ、お願いします。娘たちの笑顔。店員は中に入るとトレーに乗せた肉の塊を持ってきた。綺麗なサシが入った肉だ。この肉ですがよろしいですか。あ、いいですね。1枚300グラムぐらいで3枚お願いします。マキが俺の服を引っ張る。何か言いたそうだ。マキを見る。もっと食べたい。彩香もうなずく。あ、300じゃなくて500グラムぐらいを3枚でお願いします。かしこまりました。今日の値段が100グラム1280円なんですが。値段は気にしない。焼く時の油の牛脂も和牛のものをつけてもらう。大きめの発泡スチロールのトレーにステーキ肉が3枚入ったものを店員が持ってくる。少しだけ大きくなってしまいましたが構いませんよ。受け取ってラベルを見る。確かに1500グラムを少しだけオーバーしている。値段は19600円だ。娘たちは肉を見てはしゃぐ。 SBU 単位のことを思い出した。同じ店員を呼ぶ。あ、悪いけどさっきのと同じのをさらに2枚切ってもらえるかな。店員は奥に消えていった。3分後に約500グラム2枚が入ったトレーを持ってくる。あいつらに食わせてやろう。値段は13200円。出来合いの野菜サラダのパックを5個、缶入りのコンソメスープも5缶。パンよりもご飯だな。ちょうど米がなくなりそうだとマキが言う。5キロ入りと10キロ入りの数種類の米が低い位置に積み上げてある。うまそうな米は。棚に目が行く。小さな米の袋が並んでいる。徳永地区南魚沼産コシヒカリ。あるじゃん、うまそうなのが。1キロ1000円、切りがいい。とりあえず3キロをカゴに入れる。精米してから時間が経つと味が落ちるのでこまめに買った方がいい。米の袋には精米した日にちが記入されているので数日でも新しいものを選ぶ。シュークリーム、牛乳、ヨーグルト、冷凍パスタ、合計約4万円。気持ちのいい買い物だ。ちょっと前までは5キロで2000円前後の米しか買ったことがなかった。和牛ステーキ肉などは手にも取らなかった。力を与えてくれた神に感謝する。あれ、神様なのか。午後6時、彼らが来た。さすが自衛隊員、時間に正確だ。18:00、午後6時だ。スーツをきっちり着ていると自衛隊員には見えない。タクシーで来たという。彼らをソファーに座らせ娘たちと寝室に入り、金庫の横に置いてあるバッグを持ってリビングに出る。娘たちには話が終わるまでは出てくるなと言っておく。寝室のテレビをつけた。バッグから金のインゴット12個、札束12個を出しテーブルに置く。彼らが息を呑む。若い方の小田が1キロの金のインゴットを手に持ち言う。これで本当に500万になるんですか。俺がネットで調べてやる。今日の価格で、グラム4920円だから1キロで492万円だな。すっげえ。こら騒ぐな。上官の鹿島がたしなめる。俺に言う。本当にありがとうございました。あの、金のことじゃなくてあんな経験をさせてもらって本当に感謝してます。立ち上がってお辞儀する。小田も従う。二人に向かって言う。いや、俺が一緒にいながら君たちの同僚を怪我させてしまった。後悔してるんだ。それと感謝するなら君たちを選んだ上官や川野さんに感謝するんだな。小田が言う。長谷川ならもう大丈夫です。2ヶ月で現場復帰です。病院に見舞いに行ったら平壌の話ばっかりです。あいつも中本さんに感謝してました。
ああ、長谷川君っていうのか。鹿島が言う。自分たちはもともとジェーンさんの盾になるために北に送られました。一人が足を打たれただけで幸運だと思ってます。それに幕僚長と同じテーブルで飯を食ったなんてタイの誰も信じてくれません。小田が続ける。キム・ジョンウンのキャビアを取り上げて食ったのも誰も信じてくれません。3人で笑った。彩香が寝室から呼ぶ。おじさん、お腹すいた。2人にテーブルの上のものをしまわせる。おお、出てきていいぞ。娘たちがおとなしく出てくる。ご飯は少し前に炊き上がって保温してある。肉焼いてくれ。2人が帰ろうと立ち上がるが、5人分の肉を買ってきてあるといい、座らせる。娘たちにはステーキの焼き方を教えてある。かっぱ橋で買ってきた大きめの厚手のフライパンを使う。フライパンを熱し、牛脂を溶かす。塩コショウをした肉の片面に焼き目がついたら裏返し、フライパンに蓋をして火を消す。余熱で3分。レアステーキの出来上がりだ。今日の肉は厚みがあるので、余熱で焼く時間を5分にしろと指示を出す。娘たちは彼らのことを知りたがるので、自衛隊員だと紹介した。一口食べた鹿島が顔を上げる。うまい。小田も笑顔で言う。自分こんなステーキ食ったことありません。口の中で肉が溶けます。娘たちもテーブルにつき黙々と食べる。サラダにはごまドレッシングとシーザードレッシングを用意してある。鹿島が娘たちを見て俺に聞く。さっきおじさんって言ってましたけど。ああ、姪っ子と友達だよ。娘たちが鹿島を見てにっこりと微笑む。二人とも美人だ。寝室にこもっている間に少しだけ化粧もしている。こんな美人の姪子さんと一緒なんて羨ましいな。おいくつですか？彩香が答える前に俺が言う。ああ、二人とも18歳なんだよ。小田が顔を上げ、娘たちをちらっと見て皿に目を落として言う。ご飯も最高にうまいです。全員で笑う。みんなよく食べた。小田と娘たちはゲームの話で盛り上がっていた。娘たちは2台のゲーム機とたくさんのソフトを小田に見せている。小田が言う。すげえな、俺もこれ買おう。彼もゲームぐらいは好きなだけ買える金を手にした。マキと小田はシューティングゲームを始めている。彩香の声が響く。自衛隊なのに撃つの下手。3人が笑う。俺と鹿島もつられて笑う。鹿島はピョンヤンでの俺の動きの詳細を聞きたがった。どうせ俺の能力は知られているので隠しても仕方ない。ムスダンリのミサイル基地の攻撃は爆弾を使ったと言いごまかした。9時近くなり彼らが腰を上げるが、ちょっと付き合えと言い俺もスーツに着替えた。娘たちには仕事だと言って出かける。駐車場に降り G63 のドアを開ける。鹿島が言う。 G63 AMG じゃないですか。うん、よく知ってるね。実は手に入れた顔で G を買おうかと考えてるんです。 AMG じゃなくて一番安いディーゼルのやつですけど。安いと言っても1000万は超える。楽に買えるじゃないか。運転してみるか。少し考えた鹿島は運転席側に来た。恐る恐る運転席に座る。他の車と違う基本的な操作系を教え、俺は助手席に座った。小田は後ろだ。スタートボタンを押しエンジンをかける。低い音が駐車場に響く。アクセル煽ってみな。鹿島が軽くアクセルペダルを踏む。獰猛な音が駐車場にこだまする。小田が驚く。駐車場からゆっくりと出る。安全運転だ。勝どき橋を渡る。前を走る車がいない。鹿島に言う。全開。鹿島がアクセルペダルを床まで踏み込む。3人がシートに押し付けられる。小田が悲鳴にならない悲鳴を上げる。わわわわわわ。ほんの3秒でアクセルを緩めた。鹿島が言う。やばいですこの車。免許なくなります。燃費どのぐらいですか？わからないな、計算したことないから。鹿島はインパネのスイッチを触り俺に言う。
新車から今までの平均で、リッター7キロ近く走ってますよ。カタログ燃費よりいいですね。カタログ燃費も知らない。細かいことは知らない。鹿島の方が分かってるようだ。高速をなオートで合わせて走ってるとガソリン減らないんだよな。渋滞の時間は嫌いだし。そうでしょうね。100キロくらいだとエンジンは眠ってるような状態でしょうから、もう俺も眠りそうになるよ。安定してますからね。でも俺はやっぱりディーゼルだな。廃屋でリッター7キロ以下は厳しいです。都内だけだとリッター4キロも走りませんよ多分。よっぽど G が欲しいんだろう。饒舌だ。銀座に出た。西銀座駐車場に車を入れさせる。新橋側の空きスペースに停める。ちょっと付き合いよ。二人がついてくる。ポルシェビルのエレベーター。二人が緊張している。いつものクラブ。ボーイがにこやかに声をかけてくる。中本様、いらっしゃいませ。ボックス席に案内されるとすぐに案が来た。連れの二人に挨拶する。中本さんがこんなお若い方と一緒なんて珍しいですね。友達は幅広くだよ。ママが挨拶に来る。いつもの調子だ。ヘルプの子を二人連れてくる。鹿島と小田は酒が入ってリラックスしてきたようだ。ママの指示だろう。水割りが濃く作られる。ボトルが空になれば次のボトルで売り上げが上がる。ママがアンにサインを出し、アンが俺に聞く。ボトルどうしますか？新しいのでいいよ。サントリー響き17年。プレミアがついている。ここでボトルを入れると税サービス料込みで12万円だ。アンの耳元で言う。それとシャンパン行くか？白にしてね。鹿島に聞く。クリューグ、ベルエポック、ドンペリのどれがいい？最初の2つは知らないけど、ドンペリは知ってます。じゃあドンペリだ。ボーイがドンペリの白を持ってくる。目の前で線を抜く。 SBU の2人に言う。耳を澄まして聞いて、線を抜く時の音。2人はポンという音を期待していたらしい。シューという音が聞こえる。聞こえたろ、シューって音。アンが言う。天使のため息。二人がため息をつく。鹿島が小田に言う。お前のはため息じゃなくてあくびみたいだな。全員で笑う。二人には生まれて初めての高級シャンパンだ。その後ママが下ネタで盛り上げ、クリュグのボトルも開く。来店した客二人がボーイに案内されて、俺たちのボックス席の前の通路を通る。陸上自衛隊幕僚長の田村だ。向こうが俺に気づく。こんばんは、中本さん。ご活躍のようで。田村は俺の連れの二人を見て会釈する。聞いてくる。今日はお連れさんが一緒ですな。こちらは？鹿島と小田は凍りついている。彼らは海上自衛隊所属だが、もちろん陸上自衛隊のトップの顔や名前は知っている。友人の息子さんたちですよ。こちらは田村さん。陸上自衛隊の頭にいる人だ。二人が立ち上がって挨拶をする。俺は田村に聞き返す。田村さんのお連れは？こちらは、中本さんならいいか。四菱重工の沖田さんだ。俺も立ち上がる。沖田と紹介された男に挨拶する。はじめまして、中本です。小さくコンサルタントなんかやってます。沖田が言う。コンサルタント小さくって、ここで人を連れて飲める人で小さく商売してる人なんかいませんよ。しかも田村さんとお知り合いとなると、ご謙遜を。食えない男だ。お見知りおきよってことで別れた。田村の天下りの件でも話すのか。まあいいか、俺には関係ない。鹿島と小田は顔に汗を浮かせていた。冷や汗だ。活躍した特殊部隊員とはいえ、1階の自衛隊員が金のインゴットと大金を持って高級クラブにいるのだ。酔いが一気に冷めたようだ。アンに会計を頼む。ボーイが伝票を持ってくる。42万円。
財布ごと安に渡し現金で払わせる。目を見開いて見ている二人。安と女の子二人が一緒のエレベーターの中、二人に聞く。もう一軒行くか。鹿島が答える。いや、今日はこれで。ごちそうさまでした。お辞儀をした織田の足元に金のインゴットが落ちる。慌てて拾う織田。エレベーターを降りた二人が新橋駅方向に歩いていく。鹿島が織田の頭を叩いている。女三人と俺がポルシェビルの一階に立つ。一人の女の子が言う。さっきの純金じゃない？そうそう、重そうだったよね。アンが二人の女の子に言う。先に上がってて。アンが俺を見て言う。さっきの何？金？まあ後で話すよ。あと1時間で終わるけど、どっかで待ってて。ああ、ホテルで待ってるよ。後で部屋番号送るから。分かった、寝ないで待っててよ。タクシーを拾って帝国ホテルに向かった。